痛い。はい、お疲れ様です。今日はね、土曜日ですよ。今ね、激しい雨が降ってきて、みんな帰るの困ってるんだけど、まあ、店の置き傘を借りてっていいよってことにして、はい、揉めてますね。はい、今日は土曜日か。あ、明日ね、明日限定構築戦の、店舗代表決定戦1回目、今年の1回目だね。はい、去年大根くんとか頑張ったし、あと今年はね、畑さんとか何人もね、他の子たちも頑張って代表を取るために頑張るつもりらしいです。はい、僕も楽しみですね。すでにうちのね、常連の子でね、縁ガチョっていうのがね、代表取りました。はい、でこういう感じで、みんな他のお店ともね、頑張ってくれてるみたいなんで、はい、嬉しいことですね。まあ、お祭りなんでね、はい、みんな楽しくやってくれればいいかなと思います。はい、あと何かあったかな。あ、生放送したらすげえ嵐が来た、びっくりした。100人ぐらいの視聴者いたんだけど、あれ何人のね、半分ぐらい嵐だったのかな。やだな。まあいいや。あと何かあったかな。はい、あ、今日ね、結構いいカード買い取ったんで、明日また頑張って値段つけて並べたいと思います。はい、じゃあ短い、あ、今日はね、筋トレなし。はい、あとね、土日はちょっとお休みしようかな。また月曜日あたりから再開します。三日坊主じゃないですよ。じゃあ土日はもともとちょっとやめようと思ってました。明日はきついといけないからね。はい、で、それはいいんだけど、あ、そうそう、筋トレの動画でもう服を脱ぐのをやめます。なんか広告が貼り付けられませんっていう警告が YouTube の方から来ました。はい、なので私今日は今後は筋トレの動画でも上着を脱がないようにします。はい、以上です。はい、明日も頑張ります。失礼します。